陽明天皇は日本の第三十一代天皇。和風志号は日本初期では立花法日天皇。古事記では立花法日命という。寒風志号の陽明天皇は代々の天皇と共に、大海の御船によって名付けられたとされる。なお、意味なお、池辺美子というのは願望字が乱縁儀並びる騎財調の表記に基づくものであり、 日本書紀で記されている同名の人物と同一かは明らかではない。また、即位前の名称として、大慶美子とも称する。金明天皇の第四巫女。母は、蘇我稲目の娘、北志姫。同母妹に、水子天皇。また、高む子の王の最初の夫の祖父とされる。とは、言われ池部宗家や奇遇。日本書紀によると、 いわれ池部宗家屋企業は5世紀前半に、李中天皇が作った、いわれ池のほとりに建設されたとされている。現在の奈良県桜井市安部あるいは同市、池の内などの説があったが、2011年に、天下具山から北東に、数百メートルの位置にある発掘現場で、古代の包み跡とその包み状の大型建物跡が、発見された。周囲の地形は古城になっており、 人工的に作られた、包み跡と見られる。池は、平安時代頃まで存在したが、その後埋め立てられ、工作地として利用されている。包み跡上には、東西4メートル、南北17.5メートル以上の大型建築物と、その他の建物6つ、平野跡が見つかっており、いわれ池辺宗家や木愚である可能性が高いと、報道されている。大連と大臣は、もののべ森屋と、 蘇我馬子がそのまま引き継いだ、美達天皇崩御を受け即位。蘇我稲目の孫でもある、陽明天皇は、美達天皇とは違って、数物派であり、仏法を重んじ、実質、王朝において、仏教を公認。それが、後の水古天皇以降の仏教流星につながった。一方、危機感を持った、廃仏派の筆頭である、モノノベモリアは、金明天皇の御子の一人。 穴ホベ王子と通じていた。しかしながら、陽明天皇は、放送のため、在位2年足らずの陽明天皇2年4月9日に、放御した。狂年は36,41,48,67,69など諸説ある。なお、日本初期に、明記されている、同母妹、水子天皇の少年や、他12人もの同母兄弟姉妹の存在から、 530年代後半から551年頃の生まれと推定することができるが、正確な生年、去年は不明である。陽明天皇河内磯長原領領は、宮内庁により、大阪府南河内軍大使町大和田かにある、河内磯長原領に事情されている。宮内庁上の形式は、片球。遺跡名は、春日高山古墳で、一辺約60メートルの、 興奮である。日本書紀では、天皇は崩御後の7月21日に、いわれ池上漁に葬られた上で、水子天皇元年9月に、河内磯長漁に改装されたとする。一方、古事記では、家長、中漁に葬られたとする。縁起式書領漁では、陽明天皇漁は、縁漁の河内磯長原漁として記載され、河内国石川軍の所在で、長域は、 東西二丁、南北三丁で、主古三煙を毎年当てるとする。幕末に至るまで所在が明らかな見ささぎとされ、幕末、明治期の修補、整備を経て、現在に至っている。ただし、考古学的な詳細は明らかでない。初装置とされる、いわゆる池上寮の所在もまた明らかでないが、池上の地名を持つことから前述の池辺、宗家焼木付近と推測する説がある。 なお、原料の一帯では他に、美月天皇陵、水古天皇陵、聖徳大子母、皇徳天皇陵があり、陽明天皇陵を加えたこれら御陵母は甘いかに、なぞらえて、梅鉢御陵とも称される。また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、陽明天皇の霊が祀られている。陽明天皇の着流子孫は、皇玉天皇二年に断絶している。 着流以外の光栄として、新戦聖史録では次の氏族が記載されている。在位年と西暦との対象表、随所巻十一列伝、第四十六等位にある、王、聖雨メヤザタリオモエキタココウは、新東女等位伝日本伝に、陽明またいくめタリシヒコジカズイカイオとも、中国通とあり、陽明天皇がタリシヒコであると記述している。 聖徳大子による法流寺の混流は、もともと、陽明天皇の病気兵併のために、天皇の願いを受けて大使が寺の混流を誓ったからだとする説がある。また、聖徳大子の父ということで構成様々な説話に引用され、江戸時代には、近松門左衛門が、陽明天皇職人館という浄瑠璃作品を発表している。明治3年に、 中京天皇と公文天皇が追蔵されるまで在位期間が最も短い天皇であった。ありがとうございます。